花尾慶郎の音楽魂。はい、こんにちは、金森喜朗です。1週間ご無沙汰しております。昨日からちょっと東京の方は雪がちらつく、今朝もちょっとね、寒い朝になりましたけども、放送始まった途端に日差しが差してきましたね、晴れてきましたけどね。やっぱ音楽魂ということでですね、今日は、ゲストいらっしゃらなく金玉というね、ことで、レギュラー陣のね、3人でちょっとやってみたいと思います。はい、おなじみ高橋誠さん、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ウルトラマン光ってますね、これ。はい、今日も光ってますよ。それ赤も出るんですか？赤は出ないですね。ブルーのずっとブルーですね。もうお聞きの皆様はね、何のことかね、お分かりにならないと思いますけども、この首に下げたね、そこの、ね、はい、空気清浄機でしょうか、これ、ね、マイナスイオン発生器ですね。マイナスイオン発生器というね、素晴らしいですね。僕はプラスイオン発生器をこう意味が分かんないですね。松下俊美さんでございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はいかがでしょうか。これ何ですか、これ。首に巻いてる、これね、ロンドンで買ってきたの。面白いでしょ。何ね、いかようにもなるね。どんじんでもなるな。嘘、本当？本当すごいでしょ。これなんでできてるの？なんだろうね。あ、ちょっとどういう風にも形が変わるんだ、それ。これね、黒人のかっこいいお姉さんが売ってたの。山積みにして、山積みっていうか、いろんな種類があるんだけど、太いのも細いのも。これで組み合わせて、ブレスレットにも。ブレスレットとかいいね。何でもなるって、ぎゅーってやってる。結構みんなね、やってた人がいたよ。あ、そうなんだ。それ面白いね。びっくりしてた。なんかゴミがついてるかなと思って。失礼じゃない？失礼。ゴミ？失礼よね。朝から。ね、朝からちょっと喧嘩売るようなね、言葉を申しました、ね、申し訳ありませんみたいなね。ゴミってなんだろうね。粗大ゴミ。いやいやいや、首になんか、でもそれどんな形でもなるってすごいね。かわいい、かわいい。ね。いいね、それね。そう。かわいいじゃん。いや、びっくりした。この形で変わってるなとか思ったのよ。そうね、こう2つとかバーって伸ばせるんだよ。そう、これみんなラジオの人どんな形かと思うよね。うん、そう、ちょっと松下さん首巻いてる、それネックレスっていうことですか？ヘビみたいよね、なんとなく。そうだね。うん、それどういう形にも変なるの、なるんだね。どういう仕組みだろうね、これね。絶対切れない。絶対切れない。絶対切れない。あ、そうなんだ。なんだろう。でもやってる人がいたよね。向こうで、ロンドンですか。いました。ロンドンどのあたりに行かれたんですかね。これはね、ノッティングヒルゲートからちょっと行ったね。ノッティングヒルゲートっていうのは映画ありましたよね。ノッティングヒルの今はね、そこの本屋さん、本屋さんがね、なんか雑貨屋さんというかお土産屋さんみたいになってたよ。写真だけ撮ってきたけど。なるほどね。僕も買いました。行ったことありますけどもですね、あそこいい雰囲気がいいですね。誠さんはどこに行ってたの、住んでたの、どこの地区に、ロンドンは、あちこち、ウィルセングリーンっていうところに住んでて、あとはアパート借りて、あとはどこだっけ、あそこの名前忘れちゃった。外れ、ちょっと外れてる、ちょっと外れてるね。僕は学生時代ね、博多の違うの、いや、六本松っていうところに近くに、六本松、六本木じゃない、六本松ってあるの、いやいや、あるんだよ、博多に。バカにしちゃダメよ、六本松を。いやいやいや、六本木じゃないんだから、松なんだから。松なんだ、松の木だ。ということでですね、今日はね、音楽魂でゲストいらっしゃらないということで、金玉という、久しぶりじゃない、久しぶりですね。なんかリクエストとか来てますか。リクエスト来てますよ、ミキさんからいただいてます。読みますよ、ミキさん、いつもありがとうございます。皆さんこんにちは。天気予報では雪が降るかと言ってますが、どうですか。降りました、降りましたね、昨日ね。こちらは暖かいです。今日は今年博多は暖かいのね。なんかやっぱり違うのね、天気がね。今日は今年2回目の金玉ですね。2回目だって、2回目だった今年、ね、気持ちよいお話と音楽を楽しめると思ってワクワクしています。ありがとう。さて、先週の富磯部さんも素晴らしかったですね。その時以来プロってことを考えています。心が動くこと以外にはやっぱり
プライドを持って良いものを提供するってことも大切ですよね。すいません、なるほど、すいません、そういう意味では本当切相がなくね、申し訳ありませんでした、ね、真面目ですね、うん、やっぱり数多くのステージで自分を磨くってことや、うん、満足せずにより良いものを求めていくことも 大事な気がします。すいませんすいません、またこれまた読みづらいじゃないこの後そういう意味ではカナオさんも、はい、オイラが放送を聞き始めた6年前に比べて、うん、ライブの数も増えてるし、うん、ラジオでも常に歌い方をいろいろと実験されていますし、はい、その満足しない感覚が素晴らしいですよね。いいですね。そうですね、満足したことないねあのね、これはね、満足することはありえない、ありえない、うん、あの本当ありえないよね、どこまで行ってもやっぱりね、うん、ないですね、これはね。誠さんのステージの数も半端ないし。そうそう、毎日だから ね今日も楽しみます。はい、はい、ありがとうございます。リクエスト、うん、カノさん、ミッドナイトブルース、うん、道、うん、だけど何でも OK、うん、はい、誠さん、はい、Hello old friend、 Hello old friend、 欅並木でから始まるタイトルの曲なんだけど、欅並木好きなんだよ ね前からね、いただいてます ね、 だけど何でも OK、 としみさん、オイラが知る限りに日本一謙虚に歌いたがらない歌手なんで今日は歌ってくださいね。これね、謙虚じゃないんです、ね、ただやる気がないというだけでね。やる気の問題でしょうか。すいません、やる気がなくてごめんなさいっていうか、歌ってる場合じゃないっていうところも結構あって、何があるの、何がそんなに PS PS かなおさん、福岡帰郷ライブもスケジュールはっきりしてきましたね。そうですね、楽しみです。いいですね、はい、あの福岡ね、あの4月の4月ですね、頭の方、うん、4月6日、だから4月6日ね、この番組が終わって、即帰って、その日は久留米ですね、久留米の、パンキー道具っていうところで、やらせていただきます。この時はね、うん、あの昔の僕のギター、あのデビュー当時のギターの川田紀秀君がギターで、うん、はい、あとあの中野茂樹君ハープ、この3人でね、久留米はやらせていただきます。その次の日はね、7日が博多ですね。博多、これ天神のプレアですっていうね、プレアですよね、うん、あの天神にあるんですけども、そこではね、あのバンドですね、バッドスタッフと、あの加納吉郎、あと、諸岡健児、おー友情出演、諸健友情出演、それとね、地元のねデュオ、素敵なデュオでね、なんだっけ、リオ、リオさんのバンド、あのバンドというユニット、リオさんのバンド、リオさんのバンドね、うん、あのバンドというか、あの、うん、それだけ、はい、8日は、うん、これ改めてね、言います、はい、いや8日はね、長崎、長崎、佐世保ですね、西の海公園、歌の市ですね、これはたくさん来ますね、博多からも、はい、それに、出ます。9日は、9日はなしでね、10日、10日は能形、能形で歌うの20年ぶりですね、僕ね、すごい、炎の祭りっていうので書いたんですよ、あのリバーサイドマイホームタウン、はいはいはい、炎の祭り、すごい野外ステージで、結構大きなとこでね、歌わせてもらいました、ね、あの炎の祭りでずっとろうそくを焚いて、うん、すごい世界になるんでね、河原に、そうそう、それセットするのも大変ね、それセット大変だって、その時にね、あの行かせていただいて以来ですね。能形はどちらで、能形はね、ザ・バーっていうね、これジャズクラブですね、この間あの大野恵里さんもね、そこでやられたみたいなんだけども、ジャズバー、ジャズバー、本来もうジャズしかダメかもしれないけど、うん、あの、うん、その時はね、僕がソロでやりますが、うん、あのまあ、ひょっとしたら博多から中野茂樹君とか、まあ、川田君とかギターでちょっとサポートしてくれるかもしれませんけどもね、うん、もええ、基本的にはまあソロでもね、あの、うん、逆に能形っていいかなっていうね、あ、ね、うん、あの20年ぶりに会えますんでね、うん、あの誰もいなかったりしてねそんなマイナス発言して、いやいや、でもね、あの本当楽しみに、もうすでにね楽しみにしてらっしゃる方いらっしゃるんで ね、うん、だってあれでしょ、あの商店街があるんだから皆さんね、商店街ね、商店街、うん、商店街ですね、頑張りましょう、ね、うん、はい、ということで、ミキさんどうもありがとう、ありがとう、ミキさんのリクエストお伝えしますか、ます、道行きましょうかね、久しぶりにね、行きますか、よろしゅうございましょうか、はい、
はい、金尾四郎道、はい、博多のミキさんのリクエストにお答えいたしました、ということでしたけどもですね、なんか道はちょっと気合が入りますね。すごいですね、朝から。朝からですね。朝から、昼からね。昼からです。待てたらさ、俺ちょっと今絞って、はい、あのコーラスのとこ、コーラス聞こえないでしょ。聞こえない。これや、俺やかましいよね。いやいや、やかましいっていうかね。こっち側の耳にやれば。いや、両方やっても変わんない、この距離だから。変わんない。じゃあ向こうに座ってると多少ね、まこちゃんの、そうか、金玉の方はまこさんの方に座るといいかもしれない。そうだ、だけどこれができないでしょ。そうだね、これ。これが ね。メールが見れる、ね。これがって、あの、ラジオお聞きの皆さんも。あ、そうか、そうか。カナオさんが向こう行けばいいんだね。は？カナオくんこっち来れば。こっち来ればいいんだね。で、マコちゃんこっち来て。あ、そうしようか。ね。あ、そんなにあれなんだ。俺が向こうに行って。いやいや、違う違う。そうじゃなあ、そうだね。俺がこっちに来ればいいんだ。どこでもいいけどね。どこでもいい。どこでもいい。まあでも、外で隣だと声がやかましいんだもんね。うん、あの、ここいいじゃん、ここ。ここ誕生日席。席がね、だんだんね、あの、このね、あの、限られたスタジオのスペースの中でどこがいいかっていうね、感じ。いろんな、あります。試してもいいじゃないですか。試してもいいかもしれないですね。ということでね、今日は金玉ということで、あの、高島誠さん、今日何かあれしましょうか。今日ね、どうしましょうか。なんかリクエストも来てましたが、ね、まあ、欅並木ってどういうの。欅並木はちょっとごめん。前から言ってるよ、ね、今日、だいたいこの番組始まる前に流れてる曲があるんですけど、うん、はいはい、それをちょっと変えてやってみましょうか。 あれ、うん、あの坂本九さんの、ね、あれね、いつもあれしてますよね。ね、これは、ね、まあ、こういう場合は、ね、ことぶきの、うん、なんて書けばいいの、タイトルは。これ前を向いて歩く。でいいの。そういうことね。いいんですか。ことぶきっていうバンドいましたね、そういえばね、僕、博多で、あ、ゲスト来たじゃないですか、ここに。あ、来ましたね。あの、何回もね、ちょっと面白いね、ナビちゃんね。来ていただいたじゃないですか。ナビちゃんも来てくれました。あの、はい、普段は、ナビちゃんは、あの、バリ島でしょ、バリ島に生活してるんだね。いいね。うん、それで、あの、こう、日本に帰ってきたりしてますけどもですね。うん、バリ島もね、行ってたんですけどね、いいですよ、バリはね。どれくらいまた、放浪の。そんなには行ってないですけど。え、バリに住んでた？住んではいない。住んではいないけど。僕も行った、バリっていうか、インドネシア行くとね、僕はね、あの、物売りが来ないんです。前も言いました。本当に前も言いましたけど。あの、色が真っ黒だから？そうそう、あの、焼けてたりするんで、地元の人。ほとんどもうビーチボーイだよね。ビーチ、ね、ボーイって、ビーチボーイ。おじさん。ボーイじゃ、厚かましいよね。ビーチおじさん。ビーチおじさんになりますからですね。物売りが全然来ないんですよね。だから3日目ぐらい寂しくなるよね、なんかね。海外に行ってる。そんなに物売り来るの？バリ来るよ。すごいよ、あのビーチとクタビーチとか行ったらものすごいから。ビーチの方行くと来るかもね。来る来る。マホさん山の中？俺はね、バリの中でもそのあの海外の人が、うん、その別荘をいっぱい持ってる場所があって、うん、あ、はいはい、そこにちょっと。うん、お邪魔させていただいて、ね、なるほどね、ちょっとだから困ったとこ行くとやっぱり古い日本のね、あの感じがしますよね、素朴な、うん、あとそこはもうだからもうすごいこのハイグレードな別荘地なんで、でしょうね、もう全部のその別荘にプールがあって、プールから海が見えて、すごいね、すごいよ、そういうとこ僕あまり行ったことないな。どこ行ってもなんか路地裏ばっかりうろうろしてさ、もうなんかだからね、海外行ってもね意味がないのよ。何それ、行く、いや行ったってロンドンだって路地裏ばっかりうろうろしてんだから、そこはまたそれで面白いじゃん。いいじゃん、路地裏が好きなんでしょ、だって、ね、プール、ね、プール付きのみたいなね、そういうとこはないな、私そっちがいいな、プール付きのそういうのがいい。でもロンドンも最初行った時はね、うん、すっごいやっぱり貧乏旅行したんで、うん、すごい安い宿に泊まったのね、うん、でもう次の日もうシラミ、いやーマジでシラミでたかられてすごいことになった。マジですか。そういうとこあるんだね。そういうところもあるかも ね、 ね、でも後で考えるとさ、それもいい思い出に、ね、なんないか。かゆい思い出、かゆい思い出。まあでもね、いろいろあの面白い旅がありますよね、でもね、
って言いながら何をごそごそ探してるの、うん、先から俺ちょっと別のことしてんだよ、ね、別のことを、うんね、うん、先進めてて先進めてて、あのね、金玉の日は私すごいね、業務があるんでしょ、写真撮りながらこうやりながら、ね、僕が写真撮れないじゃん、忙しい、忙しいの、うん、だからこの番組はあのもちろんキキさんがね、あの今、うん、あの実際に撮ってもらってるダイレクトのね、そうそう、あの動画、それをちょっと今出させていただいてるんですけども、その他にですね、うん、あの僕らが撮った写真をちょっとあの付け加えながら、ね、あのオンエア音源とともにね、あの、そうそうそう、だから、ね、じゃあ写真撮影2パターンはいつもね動画出してるんです ね、 ね、金子さんにねやっていただいてね、でなかなかねこう喋りながらメールを呼びながら、で写真を僕が歌ってる時は撮れないんで、撮れないね、うん、あさっきのね、行きますか、その、行きます、前を向いて歩く、前を向いて歩く、ね、行きますか、ごめんなさい、しっかり忘れて、しっかりしっかり前を向いて歩くでいいんですね、トイレ行ってもいいかなそれはダメじゃあこんな感じですよね、はい、行きますか、泣きながら歩く一人ぼっちじゃなかった夜、一人ぼっちじゃなかった夜、一人ぼっちじゃなかった夜、前を向いて歩こうというね、高嶋久さん歌っていただきましたけどもですね、楽しい、ね、歌感じになりますよ ね、 ね、割とそのああいう、まあ、こうトラディショナルの歌をね、あのちょっとこうやっぱ変えて、あのまたこう雰囲気が違うって歌うっていうことはあの いいことですよね、なんかね、またね、うん、違う部分でね、それぞれの感じ方もあるしね、そう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 、ただまああのあれですよね、あのあまりにもなんか坂本九さんのイメージがね坂本九さんの歌なんだよ ね、 うん、あの上を向いて歩こう、そうですよの替え歌って言えばいいのかね、じゃあ ね、 ね、前を向いて歩こう、うん、
それいいんじゃないですかね、なかなかね。まあですね、まあ、だからその旧さん周りの人からはこれは歌うなと言われてるらしいですけどね。著作権の問題、そういうのあるよね、前もね。まあでも。おおらかな気持ちでいいんじゃないの、ね、僕の、ね、僕だって僕の歌ってさ、うん、もういろんな人が歌ってくれてるから最近、うんうん、それで、あのでもそれはそれでね、あのなんとか それに対してどうのこうのっていうこともないし、僕そんなに売れてる感じでもないですね。だから広がってね、一人でも多く聴いていただければ、風の中で立っていただければいいかなと、ということで、うん、思いますよ、うん、あのということでですね、もう一方ね、リクエストというか、ファックス来てますね。金尾義郎さん、中井線 FM 音中、業務連絡、業務連絡、3月6日火曜日は19時に赤坂フラットンカンティーナで、皆様必ず集合ください。以上、ありがとうございます。チャーリー佐藤さんからね、そうですよ、業務連絡来てますね。あ、これ言い忘れてたね。もうすぐなんですよね、3月って言ってもね。そうですね、3月6日火曜日ですね、もうね。来週、再来週、いや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 、もう来週だよ。来週、もう28日までしかないんだよ。そっか、今日、来週、来週、来週、23日でしょ、再来週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 でしたね。3月6日はですね、火曜日、赤坂フラットンカンティーナ、これライブですね。音楽魂ライブと称しましてですね、バンドですね、もちろん高橋真子さん、エレキギター、はい、ね、弾きまくり、うん、はい、それで松下俊美さん歌いまくり、まあ金尾義郎、それであとおらびまくり、おらびまくりですね、あと浅田さん、もう63もなっておらびようやつあんまおらんもんね。この前トミーなんか自分で言ってたね、もうおとなしくって、でもライブ行ったらそうでもなかったよ。そうでもなかったよ、トミーもね言ってたよね、なんか頑張って、うん、頑張ってやってた、もう金尾さんも最近もね大人だから、大人だから言ってね、言ってたけどね、どこが大人なの。まあでもね、うん、いいんじゃないですか、まあ声がね、声が出るうちは出した方がいいですよ、うん、ただ出し方をね、僕ちょっと工夫してるの最近、うん、ずっとラブじゃなくて、それはそうでしょ、そうそれは普通のことじゃないでしょうか。そうそうそう、だからいや少し分かってきたの、あの歌い方が、ちょっとトイレ、はい、真子さん今トイレ行きましたから失礼しました。そう、なんかね、我慢できないお年頃、ね、赤坂フラットンカンティーナまでお越しくださいということで、ね、これはね、メンバーはね、うん、あのギター高橋真子と、ボーカル金尾志郎、コーラス松下俊美、はい、ドラムごぼう鈴木さん、はい、これはね、あのごぼうさんも古くからねやられてて、あの亀渕由香さんとかね、はじめね、あのなんか、あのお亡くなりになりました、あの、ほらカレーライスの遠藤健二さんとか、あ、うん、そう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 、ずっとやられてね、いろんな、今なぎら健一さんのねバンドも長くやられてるから ね、うん、ごぼう鈴木さんドラムですね、あとあのベースの浅田武史君、はい、これはまああのシーナンドロケッツとか ARB ね、はいはい、まあ、ホテさんのバンドでもね、ちょっとやってて、今いろいろやってますよね。あの浅田さん、ハンサムですよね。うん、浅田君。ハンサムボーイ。ハンサムボーイ。博多のね、あの、古い友達ですね、僕も30年代になるかな、もっとかな。あの昭和っていうところで歌ってた時のね、浅田さんも昭和に出てた、浅田君はもともとモッツの森山君と一緒にやってたね、モッツっていう名前はね、私なんか聞いたことあるけど、あのその後、まあ、あのモッツ4人でやってたのね、今 のモッツのメンバーと違うんだけど、浅田君と、あ、今も健在モッツってバンドは、あ、もちろんもちろん今ありますけども、あのそのデビュー前のバンドですね、あ、うん、その時に浅田君とシナノロケツのドラムの川島君が一緒にやってたよね、かなりやっぱ歴史が古い、そうそう、歴史が結構ありますよ ねただいま、うん、おかえり、あ、あの真子さんトイレから、ね、はい、さっぱりした顔で帰ってきました。生放送中に、ね、こんなことする番組ないよね。あのね、ごめんね、我慢できない、この前ちょっと調子に乗って、俺ベジタリアンじゃん、うん、でもこの前ねちょっとね、鹿じゃねえや、あのマトンでしょ、ま、ラム、ラム、ラム肉をねちょっと食べちゃったのね、うん、そしたらもうすっごい体中に湿疹が出て、やっぱ肉は良くないね、そうなんだ、うん、もう食べない方がいい、あの水をいっぱい飲ん、もう朝から今日2リットルぐらい水飲んでるんです、すごい、あ、それでちょっと近いんだね、そう、水で今浄化してます体を、なるほどね、肉はやっぱ絶対食べない、だ子供の頃からダメだったら無理しない方がいいね、やっぱ合わない、ダメですね、僕はね、うん、あんまりないけどね、うん、
ただ最近さ、うん、なんかちょっと痒みが出るのよ。それお年頃じゃない皆さん乾燥してるから、お年頃だからねお年ですからねっていうなんかあった、ね、なんか曲があった、ね、誰の話してんのいやちょっとかゆみ出るぐらいにお年お年お年って何回も何回も何回も言われて一回言ったら分かるんだけど違うあれはねだからあの寒暖のさ乾燥もある、うん、乾燥があるのかな、それもあるし寒さと暖かいのの、そうなんていうの寒暖の差が激しいから、寒暖の差が激しいとやっぱかゆみになったりする。本当だからね、お風呂入るとね、なんか楽なんだ、まあ、それは楽、痒み止まるね、お風呂は、本当、うん、俺今までなったことなかったよ、そんなこと。なんだか落としでもあのお酒の飲みすぎでも他の原因で痒くなる場合もあるし、肝臓とかいろいろ、あ、それがあるかもね。でも最近もお酒がその認知症の原因だっていう話が出てきました ね、うん、おなんかさ、俺もうものすごい言いづらいんやけどここに、ね、なんか言いにくいお酒もほどほどって、ね、酒、タバコ、肉、ね、ダメだねこれはね、ほらほどほどね、ほんと言いづらいな、なんか今日は大丈夫、人によるから大丈夫大丈夫、ほんと、うん、ほら、そうそうそう、久しぶりにインスピレーションやんない、え、なんかさインスピレーション湧いてきた、また変化球が飛んできたよ、あ、置いてきた、え、あ、いやいや、え、ちょっと、あれあれ、うん、何だい、え、うん、大丈夫、まだ、これいます、いりますか、インスピレーション、ミッション、レーション、特別な夜をお前にあげよう、今夜だけ。インスピレーション、レーション、レーション、すべての夢をお前に託しての中にだ。Inspiration.
街のプリズナー俺は鎖に繋がれ夜はさまよう野良犬 Walk in the street わずかばかりの金に体を削ってるオンリーロンリー俺にはどうでもいいことさ Walk in the street金尾インスピレーションをお届けしました、ということでね松下さんじゃあちょっと行ってみますか、うん、これちょっとあのコード間違えるかもしれな い, ない間違えると嫌だな歌いづらいし大丈夫だって任しとかんねん任しとかんねんかんねん ここに置きますかじゃあ あいいですよ見える出ますか、なんか演歌行こうか今日は演歌、うん、演歌演歌だよねこれね。うん。行ってみますかちょっと演歌っていうかね。行きますか。はい。生きてる限りはどこまでも。続ける恋ねぐら傷つき汚れた私でも言葉に惑わされこの人だけはと信じてる女をThank you.
しのよ。はい、ノーバディビジネスかと思いました、ね、いやいや、それ入る予定じゃなかったんですかね。あ、俺あ、ね、全然良かったけど、あのちょっと邪魔したら悪いかな。いやいやいや、邪魔してほしかった。奥ゆかしいからね、あの必ずしろ。いやいやいや、本当あの、ということでですね、これはしかし毎回言いますけども、この歌詞はすごいね。ねすごいね。これパンクだよね。骨まで愛してて、これ焼き鳥みたいな、なんか。いやいや、違う。焼き鳥じゃないじゃん。あのこういう歌詞がね、よく出てきた。でもこれ歌った人すごい歌い方がかっこよかったんだよね。それで覚えてる。そうそう。なんかね、カントリー。もともとカントリーシンガーの人なのかな、うん、なんか歌い方がなんかこうの用法例なんだっけ、なんだっけ、ヨーデル、あんな感じの、うん、あんな感じの声の出し方で歌ったから、子供の頃なんとなくこう、ね、普通の演歌の人と違う感じで覚えてた、うん、いやでも演歌をね、昔その演歌を歌ってた方っていうのはやっぱり、うん、あの深いよね、奥が、うん、もちろん欲が深いやっぱりほら、いろんなことをやってる人って分かりますよね、子供にも。いや、もともとだからカントリーだったりとか、ちょっと違うな、青江美奈さんでもね、声がだってジャズのヘレン・メリルそっくりじゃん、ね、そうですよね。ヘレン・メリルさんと青江美奈さんってやっぱ共通点があるよね。私あの人シルビー・バルタみたいな、なんかキラ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 こうボディコンみたいなこうドレスがシルビー・バルタンっぽいと思ってた。あ、シルビー・バルタンね、いましたよね、金髪、うん、ね、古いよねシルビー・バルタン知らないよ、スワジスレイラピューベンよくよく出ますね。いや、もうシングル版買ったもの俺ファンだったのよ ね、 ね、あの当時ね、ちょっとキュートな感じの、ね、人が昔僕は好きだったの、かっこよかったですよね、うん、もう何回騙されたことか、女に、まあ、失礼しました。骨まで愛してって言われたんですか。骨まで愛し て、 してって言われた。いやいや、え、骨まで愛してって言われましたか。いや、もう私はあなた、お二人は言われましたか。あなたは私のもう宝まで言われたから、私の宝、うん、宝はいいじゃん、国宝、うん、国宝まで言われて捨てられたんだから。宝じゃなくて命じゃない、捨てられたって命、捨てられたの、あ、命ね、命という、うん、まあそんなことない、まあいろいろありましたよね、というねえ、若い頃は詩人ですね、皆さんね。いやいやいや、あ、松下さん今回あれですか、なんか作詞したあれをレコーディング、あ、今ね、うん、菊田俊介ブルースカンパニーのね、レコーディング中で、菊田俊介ブルースカンパニー、もうね、歌い入れは終わって、あとね、あのあれですよ、カナオさんにもコーラスをお願いしたいという、うん、あの俺はコーラスんの、あの一曲だけちょこっとね、後ろの方で大勢でラーラーラーって、大勢は嫌、一人じゃないとなんでメインの人はね、黒人のボーカリストが、あ、黒人の女性ボーカル誰だっけ、あのもう入るんでしょ、うん、その人がメインでわーってこうフェイクしたりこう盛り上げてくれるので、うん、我々は遠いところからラーラーラー大勢こうやってるっていうイメージで一つよろしくお願いします。ああ、いいですよ、もう喜んで、ね、もう本当にどうなるか分かんないけど、6曲入り、今回ね今回6曲入りのミニアルバムっていうのかな、あ、そうか、そうか、6曲っていうのはブルースカンパニーっていうのはマーシー・ブレイシードラムで、リエリー・カネヒラさん、マーティーね、マーティー、ごめんなさい、うん、それでリエリー・カネヒラさんキーボードで、片野敦さんベースで、ですね、で今回全部ね新しく、うん、あの菊田俊介が書き下ろした新曲です、全部オリジナル、オリジナル、あ、いいね、1曲だけ、あのシカゴ・ミッドナイトブルースだっけ、シカゴ の、 あのミッドナイトはまた新しく入れ直しますけど、あ、そうですか、うん、ブルースカンパニーで演奏するののレコーディング初めてだから、うん、初めて、あ、そうか、うんうん、ライブではね、もうやってますけど、ね、うん、楽しみにしててください。そうね、楽しみね、4月終わりか5月ぐらいにはできるかなって感じ、うんうんうん、じゃあまたここに来て、そうですね、みんなで来てほしいね、マーティ、営業部長だから、営業部長、営業部長、マーティさん、マーティさんね、うん、ということでね、楽しみですけども、そのラブラブラブの歌詞はあの
松下さんが書いたんですか。うん、あの勝手に、うん、勝手に書きました。いいですね。頼まれてはきた、でもね、英語の歌もいいけど、うん、日本語もいいよね。日本でねやってるから割と、あの、うん、あの曲はブルースブルースしてない曲だから、うんうん、日本語にした方がね、うん、馴染みがいいかなって思って、うん、そういうのも一曲あればね、うん、いいんじゃないかと、うん、ブルースファンのみならず、うんうん、はい、ということでね、今日はもう最後になりましょうか、うん、何日向坂道でやりますか。なんか春らしく、お日の当たる急にもか急に言いますよ、急に来たの、急に来たね、急に来ますからね。ちょっと待ってくださいね、うん、あれ告知しますが、3月6日火曜日フラットンか、赤坂、ね、フラットンカンティーナ、フラットンカンティーナ7時半からですか。そうです、ね、あの平日の火曜日ですけど、ね、うん、来てください、うん、俺今日どこ？どこ？亀有だ。亀有？キットボックス。キットボックス。ああ、俺さすごい興味があるんだよな。ねえ。どう？今日遠い。俺仕事。ごめん。今日はね8時から。8時？うん。キットボックス。あ、それソロで。ソロです。ああ、はい、なるほどね。亀有って私一回も行ったことがないんだよね。結構いろいろ出てるんで面白そうだよね。うん、面白いよ。おもちゃのなんかあれ？おもちゃっていうかなんだ、グッズ、このうん、オタクなグッズのお店。あ、フィギュアとか、ね、昔のそういう。すごいちっちゃいところですけどね。そう、明日、それで明日がね、二の橋のね、うん、二の橋、うん、でやりますので。うん、二の橋ってどこ？え、二の橋。麻布十番。ああ、麻布十番。あ、前やったところね。うんうん、うんうん、大使館のね、あの近くのね、うん、はい。そこでもやりますのでね。楽しみですね、それ。よろしくお願いします。麻布十番。麻布十番。古い古い。麻布十番。長十番じゃない。長十番。麻布十番。なんだそれ。行きますか。日の当たるところに。日の当たる坂道。行きましょう。当たってきたしね。はい。あ、これ間違えたね。キーが違うよ。キーが違うよ。いいね。B ね。B だよ。いきます。
金丸城日の当たる坂道をお届けしましたけどもですね、はい、もう早いものあっという間にね1時間過ぎ去ってしまいましたけどもですね、はい、この、金丸城の音楽魂っていう番組ですけどもですね、もう早いものでね、もう10年、うん、もうね早くもうあっという間に過ぎ去ってしまいましたけどもですね、僕の青春を返してくれ。何どこが青春だよね。はい、楽しい日々をね、本当にねおかげさまでですね、もうゲストの皆さんもね、もう来週は毎週ね来ていただけるんですから、ちょっと今俺かぶてたね、もうちょっと俺ここ大事なとこを話そうとしたのに、はいはい、まあいいけど、はいはい、来週はマコさんお休みになりましょうか。え、2日だね。あ、ごめん、そうそう、来週、来週にね、マコさんちょっとお休みになりますね。ちょっと神戸の方に行くんで、ライブのね、うん、神戸はあれバンドであれですかね、ライブ、うん、ごぼうちゃんたちと、あ、そうですか、ね、頑張っていただきたいと思います。武健さんの誕生日と、あ、そうなんですか、うん、そうかそうか、2日がね、高槻だ、高槻、大阪の高槻行って、はいはい、あと2日、3日4日が神戸、あ、そうですか、三宮で、あ、はい、ぜひね、地方の方もね、これね、野方の方も聞いていただいてるの、田舎 の、 僕のふるさとのね、もう毎週聞いていただいたりするんですよ。それでね、そのちょうど神戸に行く時に、うん、3月の4日だったかな、うんうん、4日が前にほら水島君、俺 の、 高校からの友達の CD かけてもらったり、はいはい、亡くなって、はいはい、亡くなって、ちょうどそれが1年前で、うん、4日にその神戸 の、 のチキンジョージで追悼ライブ、追悼ライブ、あ、そうなんだ、ちょうどそれにもね水島さんの出られることになりました、あ、そうですか、はい、あ、それ素晴らしいです ね、 ですね、チキンジョージ、それは3月4日になりましょうか、6月ですね、あ、はい、3月4日ってライブじゃないの、あ、6日か。まこちゃんが忙しいからさ、もう飛び回ってるよね、高橋まこさん。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。ね、松下俊美さん、ありがとうございます。ありがとうございました。動画の菊さんも本当にありがとうございます。ということでですね、うん、来週まこさんお休みで、はい、すいません。ゲストはね、司くん、うん、あ、いいじゃないですか、うん、クレイジーハープ司、久しぶりにですね登場いたします、はい、よろしく、よろしくお願いいたします。 See you next time、 また来週お会いいたしましょう。お相手は金代城でした。ありがとう。また